バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してますシンガーソングライターのヨコです。今夜のバニラスカイはお久しぶりでございます。先週はちょっと私の体調不良のために収録することができず、急遽先輩アーティストのマックスタイルさん、三重県四日市市観光 PR 大使を務められていますね、マック中原さんと女優でもある石田みどりさんのユニットでございますが、先週も面白かったですね。もう私大好きなんで、マックスタイル、ジャックスタイルっていう感じでね、もうジャックしちゃおうかみたいなことをおっしゃってて、あ、いいなそれってね、自分の番組なのに危機感も覚えず、私ねちょっと楽しみにしちゃってましたけれども、それでも自分のね大事なバニラスカイというラジオ番組出演できなかったことちゃんと反省してますからね。とはいえまたちょっと体調不良でお休みとか、マックスタイルさんのラジオ聞きたいな、お願いみたいなことをした時には、あ、ようこやりおったなということで、温かく応援していただけると嬉しいです。それでは今週もよろしくお願いいたします。では今夜の1曲目、最近ね新曲の歌詞と向き合ってるんですけれども、まあ今までのね歌詞と被らないようにっていう気をつけ方もしたりするんですよ。でも言いたいこととか自分の中に持ってるものって変わらないところもいっぱいあるので、あ、そうか、こうしたらいいんじゃないか、こういう見方で伝えたらいいんじゃないかっていうね、新しい自分との言葉の探し方もね楽しんでるんですけれども、私はねこの曲は好きだな、いつ聴いても私だなって思える曲がありまして、それをちょっと1曲目皆さんにお届けしたいと思います。ではお聴きください。ヨーコでBelieve。止めたら
お届けしました曲は陽子で Believe でした。では今夜もいつものゲスト紹介しましょう。うちの娘シノン、よろしく。こんばんは。こんばんは。2022年始まりまして、3学期も始まりましたが、青春してますか？はい。なんでそんな間が空いた？どうした？っていうかさ、うん、最近さ、身長伸ばしたいって言って、前ちょっとほらそういうの試してたじゃん、うん、ね、とあるねものをちょっと飲んだり食べたりしてみてたんですけど、まあそれはともかくその時にさ、うんうん、身長じゃなくて髪の毛伸びてたじゃん確かに。ね、最近すっごいまつげが長くなったよね。どうした？うそ、うん、まつげ美容液でもこっそり塗ってるの、ね、女子力そこにやってる。あったら塗りたいですけどねいや、やっぱりさ、中学生ってさ、心も成長するけど体もさ、なんかいろんなところが大人になっていくよ。うんうん、表情がね、お姉ちゃんになってきたなって思うわけ。もう今年中3だからね早いね。早いね。高校生だよ、来年から。です。来年から高校生だって。わ、びっくり。わ、びっくり。女子高生のお母さんとして可愛くなりたいな。そう、私は今年は美というね、一文字を掲げてますからね。何笑った？頑張ってください。頑張りますよ。もう夏とかパッキパキにね、腹筋割ってやろうかなパッキパキって言ってる時点で割らないよね、パッキパキ、まあ、割れないと思います。割れないかもね。一回もそういう筋トレとかしたことないんですよ。皆さん、陽子がさ、どんなスタイルしてるのかとか、まあね、あ、どんなやつなのかっていうのを知りたい方はね、まあ、知りたくない方もちょっと見てください。ぜひホームページがありまして、 yokoyoko.japan.com で、あのフォトグラフが出てくるので、ぜひぜひね、そのグラフィック見て、あープニプニしてんなとかあ、こいつ多分今頃木入れないといけない体してんだろうなみたいな、ね、あ、確かにですね。だけどね、はい、一つだけ言っていい？はい。まだ私もビキニは着れるよ。ふんじゃないセクシーだと思いますよね、皆さん。ニーズがないんで写真集とか出しませんけどね。私で35やね。うん、35。今はギリギリアラサーなんだけど、もう4月になって誕生日来たらさ、アラフォーになるからね。四捨五入だよ、やばい。まだアラテンアラテンって言うのかなでもシノンも5月誕生日なので、5月来たら、いや、あら20まあね、あら2だね、あら2、まあ、とにかく若いっていいけど、まあ、いいけどなと何も言い返せなかった今。若いっていいよね、いいよそういえばさ、冬休み結構さ、家にいる機会多かったので、いろいろ作りましたよ、うん、ご飯もね、そしてケーキもチーズケーキも作りましたけど、うん、美味しかったよね。めっちゃ美味しかったです。久しぶりにあのベイクドチーズケーキ作りました。で、シノを褒めてあげたいのは、シノパティシエになりたいって言ってパティシエの勉強したいとか言ってるんですね。で、普通さ、好きなことだったらさ、作り始めた私がいたら、あ、ママ私もしたいとか言って、私がするんだったのにって言って怒るならわかるよ。シノの怒るところって、混ぜてくれたとか何したっていうさちょっとしたことの手伝いだったのよね、うん、最後まで聞いてもらっていい、うん、ちょっとした手伝いだったんだけど、あ、ありがとう、作りたかったんじゃない本当はって私が一言言ったらさ、え、手伝ったしって手伝ってない、全然手伝ってないのに、あれをよく手伝って私が作ったケーキだと言えるなと、それでパティシエになりたいのかっていうね、母は疑問に思った、はい、うん、数週間前。いいですねまあでもうちの子なんで、あ、まあだよね、うん、面白いやつだなと思って、なんかいきなりそのチーズケーキ作るってなった時に、うん、買い物行ってくれたからね。うん、まあそうそれは普通なんですよ、普通ね、うん、なんですけど、なんまあいいよ。とにかくシノンは私が仕事で疲れてる時に朝さ、ホットケーキ焼いてくれてさ、起こしてくれたりとか、朝からスコーン焼いてくれて起こしてくれたりってした小学生の時もありますし、私がご飯作ってて手伝ってって言った時に、え？っていう顔するのに、パティシエになりたいとか
で卵焼き一回も作ったことないのに私より美味しい卵焼き作ってみたりとかよくね分かんないから、まあ、私も彼女を攻略しながらね、はい、まあ、そうあなたが青春してる間にね、そうそう私も楽しく母をしたいなと思っておりますけれども頑張ってください。人事じゃない、人事ですよ、シナのことですね。いや、はい、私の子育てだから人事でいいんですよ。あ、ですね、そうそうそう、まあ、とにかくね皆さんも好きなことあると思うんですけれども、私ね毎年1月になると書道をねしたいなと思うんです。小学生の頃から中学生高校生までか習わせてもらってたので日本習字をね。で今さあのデザインとかでもお世話になっている柳田先生の奥様の慶生先生も書家の先生でさ、まあすごく素敵なご夫妻なんですけれども、旦那さんもね柳田先生も綺麗な書を書かれるし、でこの間ちょっと打ち合わせでお邪魔した時に久々にさ楷書とか行書とかほらあの書体の名前がありますよ。で行書ってつながって書くような字のことね、うん、で行書を書いてらっしゃるの見ていいなーと思って、私結構好きなんだよね、うん、字が、毛書がね、字がよくへにょへにょですよね、お母さん。それディスってるよね。だからなんか幼稚園の時に祖と名の区別が分かんなくて、あ、え、な、そうみたいな、もうそんな手紙がいっぱいあります。うん、まあね、つなげて書かないでっていう話ですかね。はい、クレームですね。今は分かるので、まあ、ともかく来年からはみんなであのさ書き初めしましょう。詩のもちっちゃい時してたんだけどね、詩のさ習字習ってないんだけど、毛筆も硬筆も習ってないんだけど字がうまいって言われるけど、うん、書道の時だけさ筆の扱い方はやっぱ知らないじゃない。それを教えるとさすっごい怒るじゃん。うん、すごいんですもん。なんか気がないっていうかさ、もうねほんと変なやつなの。あ、また逆切れしてると思ってさ。ちょっとしつこいのがいけない、ね、しつこくないよ。ちゃんと筆の先を揃えなさいとかやったりさ、当たり前のこと言ってもはぁやってのにできないし、できてないってことはやってないことと一緒だからみたいなさ、あの子育てでさあのお困りの皆さん、いつでも陽子に連絡ください。陽子はいつでも皆さんの味方しますよ。そして子育てに一生懸命なお母さんに対して何か物言いたい子、その子も陽子に連絡ください。いつでも味方してあげますよ。ちょっと待って、ちょっと待って、シノに連絡くださ い, いや、シノに連絡したところでまだまだだよ。反抗できる対処法をしてそっちだからダメじゃん、それじゃ解決にならないから反抗を教えたらいかんね、折衷案を教えないといけない。え、まあ、とはいえね、うちの子ね反抗期ないんですよね。普通だったらもっと反抗してるんでしょうけれどもね、まあ、そこに動力割かないっていう考え方も賢いとは思いますよ。うんうん、ですよね。褒めてはいませんからね。では次の曲いきましょう。こういうねピースフルなね毎日を積み重ねてね作っております。私も大好きな曲、キス&ハグ、永田中学校音楽部のコーラスバージョンでお届けしたいと思います。それではお聴きください。陽子と永田中学校音楽部でキス&ハグ。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。愛、言葉は明日を変えて
お届けしました曲は陽子と永田中学校音楽部のコーラスでキス&ハグでした。はいはい、ところでしのさん、はいはい、来月はバレンタインがやってきますか。おバレンタインデーキーチャチャチャでございますよ。チョコレート今年こそ誰かにあげるんですか。あげません。あげません。あら、あげます。スウェンって言ってるってことはあげません。スウェンってことですね。わかります、スウェン。スウェンですね。もう皆さん1ヶ月切っておりますよ。はい、バレンタインデーキリースでございますよ。難しいですね。うん、まあでも今も流れます。でもさ、バレンタインデーの歌ってさ、これじゃねっていうのはね、国生さゆりさんの曲こればっかりじゃない、いつ聞いても。一時期アイドルがなんか歌ってたけど結局定着してないじゃん。うん、来年さ、チョコレートあげるんじゃなくても鹿児島からなんかバレンタインソングを定着させたらしいじゃん。うん、頑張ります一年計画でね。ねえ、だってもう受験に入りますし、うん、時間がなくなる。時間とは作るものです。作ってください。頑張ろう。もう楽しいかもしれないよ。なんか若い子が歌うとさ、なんか私がさ今更さ、そんなバレンタインデーキースチャチャチャとか歌っててもさ、いやよーこいたいなって感じだけど来年15歳だって。15歳だからね来年。あ、私ですか。そうそう、だからシノンとかさ、なんか可愛い子ちゃんたちが歌うと痛いかな。だってチョコレートあげたことないしみたいな痛いな痛い。皆さん今母は膝小僧と疲れました膝小僧さんが負傷しております。昨日は心を傷つけられましたどっちの方が痛いですか。まあさ、チョコレートあげる勇気っていうのも大事だけどさ、でも可愛かったよね。もう言っていい、こういう話。何、中学生の時にさ、クッキー作った話。あ、いいよ。いい、中学生、うん、中学生じゃなかったよね。小学生の時にさ、クッキー作ってさ、頑張って男の子にあげるんだっていう、男の子のお友達にあげるんだって、好きっていうよりかはその仲がいい子だからって言ったんだけど、結局あげれなかったんだよね。あげれなくてさ、好きな人だったの、うん、あ、いいの、もう好きな人って言って。あ、皆さん好きな人だったんだってそう、小学生の時にね、手作りクッキーをね、1日目持ってったけどあげれなくて、2日目持ってったけどあげれなくて、でなんか電球かなんか挟んでまたあげようと思ったけど、結局まあクッキーその前に腐ってダメだろ腐ってたかもしれないけどね、まあ、気持ちだけさ。でまあチョコレートなんか買いに行くみたいなこと言ったんだけど、もういい、シノンはあげれない。いや、あれ可愛かったよね私だったらさ、何が何でもあげたいって思うかなって思ったの。もうでも私も大人だからさ、やっぱ好きって思う気持ちを大事にしなきゃいけないなと思って、自分はほらあげたいとか思っちゃうのかもしれないけど、可愛かったよね、甘酸っぱさね。でちなみに去年はマフィン作りましたね。あ、美味しかったです。美味しかったね。一昨年のクッキーもさ、もう喜んだのはさ家族よね。もう私の父とかめっちゃ喜んでたよね。ありがとうって言って超ニコニコなの写真が私にも今残ってるけど。うん、美味しかったね。ぜひ皆さん、あの手作りもいいですし、そういえばね、最近ほら、あのちょっと前からおっぱいチョコとか売ってますけど、ふざけたチョコレートばっかり目につくんですよ。なんでそんなことを言ったの今いや、なんかさ、本当はふざけたいから、なんかいろんな人にふざけたチョコレートあげたいんだけど、今さコロナ禍でまた人とちょっと会えないじゃない。でそんなふざけたことあげれる人っていう人がさ、まあそういないじゃん、うん、この仕事してると特に陽子どうしたって言われるでしょ、うん、言われるね。言われるね。だからもうね、この欲望どこにぶつけようかなってかといってしのに、はい、おっぱいチョコとかあげるわけじゃないし年頃年頃ってなるしね。びっくりびっくり。そうそう、笑いで済ますからいいよ。まあいい、ありがとう。まあさあ、いろいろチョコレート検索してるとさ、ちょっとお高めで美味しいね、いいものっていうのがいろいろ出てきて、まあそういうのをさプレゼントする年になったんだなって思うわけよ。だってさ、昔からあるチョコレートで、キティちゃん、私キティちゃん大好きなんですけど、キティちゃんのチョコレートで、おじいちゃんいつもありがとうとか、うん、お父さんいつもありがとうもあるかな、なんかそういうのがね、私がちっちゃい時からあって、いまだに同じパッケージであるわけよ変わってないわけで、それが300円とか安いのよ。だからそれ考えると、あ、なるほどと、うん、こ
これでいいのか家族のチョコレートって思うじゃない。だけど確かに、ね、うん、だけどもうちょっと私も35になるので、今度こそじいちゃんにはいいチョコレートあげようかなと、うん、この300円チョコはまあひ孫のしのに譲ってるけどさ。だけど陽子はちゃんと高いチョコくれたんだありがとうみたいになった方がいいのかなってね。確かにですね。さすがにじいちゃんにおっぱいチョコあげてないしね。笑, , 笑って食べそうだけどね。おお、ありがとう。ありがとう。そう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 。まあ、リスナーの皆さん、もし陽子からチョコレートが欲しい方はですね、ぜひあのおっぱいチョコを期待してメールください。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いいたします。ぜひね、うん、来週あ私の バレンタインこうですよと、俺のバレンタインこうだよみたいな、うん、本当にチョコくださいよっていうね、うん、はい、メッセージ募集してますよ。お願いします。腐れたものは送りませんけどね。ちゃんと新鮮なものを。そうそうそう、送ります。で、今年のねシノンの恋バナを皆さん楽しみにしていただけたらと思います。それでは皆さんに最後にお聴きいただいている曲は、陽子の中のバレンタインの曲といえば今のところねミントチョコレートかなという、この曲6分もある大曲なんですけれども、最初から最後までねいろんな思いで歌詞が詰まってますので、バレンタインを迎えるあなたにはぴったりなんじゃないかなという思いでお届けしております。ぜひ陽子の YouTube YOKO 陽子鹿児島で YouTube 出てきますので、そちらでもミュージックビデオもチェックされてください。それでは皆さんにとってもっともっとハッピーな毎日が訪れますように祈っております。では今週も引き続きハッピーな毎日をお過ごしくださいね。せーの、バイバイハッピー。